皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医の沢村です。2月17日から医療従事者を対象にした新型コロナウイルスのワクチンの先行接種が始まりましたよね。これを皮切りに少しでも早くワクチンが私たち全ての人たちに行き渡り、コロナの脅威から解放されたらされたいですよね。まあ一つの目処がつきそうです。ですが私たち、みんなが接種できるようになるのはまだまだ先の、ようで、日頃からの、予防注意を怠ることはできませんよね。そんな中、患者さんからこんな質問がありました。家の中で歯磨きをしていてもコロナになっちゃうの？なっちゃうのかな？というものです。まあ、よくよくお話をお聞きしてみると、去年の12月に沖縄で、職場内、仕事場内のでのことなんですけども、昼食後複数の人が、職場の洗面所に集まり歯を磨いていたところ、コロナに感染しクラスター感染者集団が発生してしまったというものです。そこで今回はまだまだコロナの脅威が続く中、ちょっとしたことでまた身近なところでコロナに感染しないようにためにですね、歯磨きでコロナにならないためにと題しましてお話します。今までも、コロナに感染しないために歯磨きをすることは感染予防という点でとても有効だということを以前からお話ししてまいりましたけども、それは個人個人のお体の範囲でのお話なんですよ。私たちは、社会の中で、生活している以上どうしても、他の方との関係接触を避けて、通ることはできません。特に、コミューン共同体の最小限の単位である家族は、家庭内での接触時間や接触頻度、親密度が、まあ、職場であったり学校であったりクラブ社交場飲食店等に比べて、相乗的に高いです。そんなわけで一旦家族のものがですね一人でもコロナに感染してしまうとクラスターが発生してしまうんです。ですのでコロナのリスクを回避するために、まあ、悲しいお話ではありますが家庭内においても家族の誰かがコロナに感染しているものと想定して生活をしていかなければならないんです。家族の場合日頃の生活環境の中で例えばですね奥様であればご主人の顔色が悪いとか今日は何々ちゃん咳してて調子悪そうとかすぐ察知しやすいですよね。また家族だからこそ今日なんか体がだるいんだよねなんて気軽というか気楽にっていうですかね話ができますよね。そんな時はお互いマスクをしようとかソーシャルディスタンスを取ったり消毒をこまめにするとか早く病院に行ってもらうとか病院に連れて行こうとか予測というかすぐに対抗手段が取れるわけですが、しかしまあ見落としてしまうところ穴場があったんです。それが洗面所での歯磨きだったんです。まあ、トイレ洗面所は毎日お世話になるところで、使用頻度が高いですよね。洗面所における歯磨きはコロナ感染予防という点においてはとても有効なんですけども、本人がコロナに感染してしまっていた場合歯磨き中や口ゆすぎの際の唾液が飛沫となり他の家族に移してしまうのです。せっかくコロナ予防のためですね歯磨きをしていたのに他の家族もコロナになってしまったらこれこそ本末転倒ですよね。そこで歯磨きでコロナにならないための注意点をお話していきます。まあ、注意点として1、歯ブラシは一人一人別のものをお使いになっていますか？まあ言うまでもなくねこんなの当たり前じゃんとおっしゃる方が多いと思いますけども、
まあ、カップルの方たちでですね、パートナー間の愛情が深く、2人には歯ブラシは1つで十分という方もいらっしゃいますが、これを機会にお一人1つずつでお願いします。丸に歯磨き粉、口ゆすぎのコップ、タオルは1人ずつ使ってますか？歯磨き粉、コップ、手拭きタオルを共有しているご家族が多いです。唾液の付着に関してですね、感染しやすいです。丸さん、歯磨き中、大きく口を開けてないですか？なるべく飛沫が飛ばないように、口は結びすぼめてですね、前歯の裏をですね、磨くときは、口を手で覆って磨いてください。こういう感じですね。こういう感じです。口ゆすぎの際、まあ、マリオンですね、口ゆすぎの際、お水を口にいっぱい入れて勢いよく豪快に吐き出していませんか？お水の量が多いほどですね、また高いところから、高いところからのほど、飛び跳ね跳ね返りが強く大きく、なり、その分ですね、飛沫の量も多くなります。口ゆすぎは10ミリリットル程度の少量の水で口全体に行き渡るようにすれば 1,2 回で OK です。ですので歯磨きの量は少量でもきちんと磨いていればですね、効果ありますんで、そして口ゆすぎの水は、跳ね返らないようになるべく低い位置からゆっくり吐き出してください。丸ご、使用している歯ブラシはどうやって保管してますか？使用した歯ブラシはよく洗ってですね、水を切って乾燥させてください。また、歯ブラシは、家族のものをすべて同じ容器などに、立てておくのではなく、歯ブラシもソーシャルディスタンスでお願いします。まあ、こんな感じですね。こういう感じです。でこれは離しておいてください。こういう感じで歯磨き粉も今小さいの売ってますんでね。丸6、歯磨きの際、複数の家族の方と磨いていらっしゃいませんか？複数の方で磨いていると飛沫が飛びやすいので、できれば、時差通勤ならぬ時差歯ブラシでお願いします。丸7、そして最後にですね、水道の蛇口を触らないと水が出ないものをお使いの方は、歯磨き、洗顔などの後ですね、手を洗っていただき、蛇口によく水をかけ、丸1でお話したお一人お一人のタオルを使って、手を触れずに水を止めていただきたいんですよ。それがベストです。他にはですね、ペーパータオルを使って、それで最後に蛇口を閉めてもらうのも手だと思います。またですね、できる限り洗面所では、換気を良くするということも忘れないでください。とお話ししてきましたが、とてもすべてやってらんないよ。歯ブラシ、歯磨き粉を人一人変えるのは大変だよ。朝は忙しくてみんな並んで歯磨いてるよ、ならとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、できることは一つでも多くやっていただければなと思います。私思いまするに、旅館やホテルに宿泊すると、歯ブラシセットやタオルが毎日新しいものになっていますよね。交換されてますよね。まあ、自宅がホテルや旅館になったという感覚で実行していただくと、毎日が新鮮な感覚になるかもしれません。まあ、洗濯物がですね、多くなると奥様たちからは不評を買うかもしれませんが、以上です。動画アップの本日もですね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。